異世界転生って知ってるか？どんな因果で選ばれたのかそこんとこはよくわかんねえけど、神様の手違いの事故で死んじまった俺は別の世界で新しい生活を送ることになるらしい。知ってるか？この転生を司る女神ってのはすっげえ美人なんだぜ。でもその女神の記憶も俺はこれから失うんだ。もう顔も思い出せなくなってきた。目いっぱい考え抜いた初期スキルを持っておいたぜ。この世界の今までの生活も記憶も思い出も全部大化にくれてやった。なあ、新しい世界でお前は思いっきり好きに生きてくれよ。頼むぜケルビン。どこだ、ここ。何なんだ、これ。ここが、異世界だっていうのか。パンパカパン！おめでとうございます！あなた様は厳正なる抽選の結果、異世界への転生権を獲得しました。転生前の自身に関する記憶は残っておりませんが、了解は転生前にいただきましたのでご安心ください。は？転生？マジか！って、やば！本当に自分のこと何にも覚えてねえ。じゃ、何してるの転生前の俺！ここは剣がつばぜり合いをし魔法が飛び交うファンタジー世界です。今あなた様は転生前に選択していただいたスキルを得得されています。詳しくはこちらのステータス画面をご覧ください。おお、支援型に徹してるな。レベルアップ時の恩恵もすごい。どうやら俺は相当のゲーム好きだったらしい。だってものすごくワクワクしてるもの今。悪く言ってすまなかった、転生前の俺。召喚師か。それでは手始めに近くの町に行きましょうか。ギルドがございますので、そちらで冒険者登録を行うのが良いかと。じゃあ早速行っちゃいますか。いざ最初の町へ。レッツラゴー。